あきあめギフトありがとうございます。見てくれた？どうでした？結構頑張ったんですよ今回は。ハートありがとうございます。頑張ってたでしょそう、自分的に結構頑張ってたんだけど、バラエティ。あ、タコ揚げありがとうございます。見たようだって、ありがとうございます。結構頑張った、ふさん頑張ったんですけど、いかがだったでしょうか。48学園頑張ってた。そう、一気にね、ダメ。そうなんですよ。あ、髪型お似合いでした、ありがとうございます。そうなんですよ、回してた。そうなんですよ、今回はね、まさか決まっ、私が MC だって。私ね、ショールームのこの SK48 のチンチコチンとかでも一回も回しやったことなくて、公演とかでも私が仕切ることほぼなくて任されないんですけど、今回も初めてっていうぐらいなんですけど MC を任されまして、番組の。タコありがとうございます。ココナさんと私と中坂で、絶対に中坂だと思ってたんですよ、MC ね。なのにまさかの不参で、結構ね勉強になった。本当に大変なんだなって思った。 MC っていうのはめちゃくちゃ大変なんだと思いましたね。なんかこう周りをめちゃくちゃ見ながらさ、こうやんないといけなくて、2人のなんかね、このなんだろうな、掛け合いとかも見ながら、ちゃんと紙も見て次の進行を回したりとか、そうっていうのがめっちゃ大変だったけど頑張った。面白かったありがとうございます。そう、今回めちゃくちゃ自分的には体をめちゃ張ったなって思っているのでね、楽しんでもらえたら よかったです。結構頑張りましたね自分的には。また呼んでもらえると嬉しいですね。またも読んでもらえるように頑張りたいと思いますね。よかった、見てもらえたならよかったです。あ、面白かったよ面白かったならよかった。中坂賢すぎたでしょ、めっちゃびっくりだよね。そう、中ちゃんすごい。そうそうそう、中坂の賢さすごいよね、びっくりしちゃった。もっともっとなんかね、もっと頑張って勉強していけば、まだ中学生だからさ、なんか知ってる知識とかもまだちょっと少なかったりするかもしれないけど、これから高校生とかになってもっといろんな勉強をして、なんかもっと頑張ったら、なんかインテリキャラでいけそうだよねって思うぐらい中坂すごかったね。さんはもう全然ダメです、よくわからない、本当に全然勉強してこなかったからな。そう、中坂は中学生です、まだ。ああ見えてもうなんか結構しっかりしてるけど、今中学生です。今年から高校生ですね中坂は。今中学校3年生なので、中坂は中3なので、もうちょっとしたら高校1年生になる中坂ね。ココナさんとはね、結構私考え方が似ててね、ココナさんの言ってることは結構わかるなって感じることがいっぱいありましたさ。明日朝ごはん何食べようかな、全然違う話しちゃった。そう、ココナさんは何考えてるかなんか分かるなっていうところが何個もあったよ青ひげ受けた。そう、なんか見てくださった方はね、まだもうちょっとね、再放送とかもあるので言い過ぎたらあれなんですけど、なんか普段だけ面白いことになったんですよねまだね再放送あるのでね、まだ見てない人はね結構見てみてほしいです。
さんだけなんか面白いことに なっちゃってね、なんでだろうって思いましたよかった。またね違う次の回もあったりとか、とりあえずは再放送があってあれは面白かった。えなんかね、フさんだけね、そうおじさんになるアプリみたいなのをやる、あおじさんになるアプリじゃない、なんか太った人になるアプリみたいなのを使ってね、太ろうみたいな感じなんだけど、なんかみんなただ単に太るんだけど、私だけなんか変な風になっちゃって、あタコありがとうございます。あれがねもう本当に謎だった。タコさんありがとうございます。ふうふう、タコをあげたいな、タコタコあげたいな。なんかそうプラス100キロになるアプリみたいなのが今あるんだって、それをやったんですよ番組で。そうそれをやりましてね、いやめっちゃ大変だった。でも MC って本当に難しいね、だからいつもやってる人は本当にすごいと思う。わわわわ、タコありがとうね、面白かった。私も中坂だと思ってたし、中坂も中坂だと思ってたって言ってた。私も絶対中坂だと思ってた、 MC 回しね。だけど不参でびっくりした、なんでだろうと思った。でも楽しかった、また見てください。タコさんありがとうございます。そう入会して見てくれた人ありがとう、また頑張るね。また頑張るね。よし、あそうなんですよ、難しいね、牛の部位とか、なかなかさんあんまり頭良くないからわからないことがいっぱいありますね。結構わからないことだらけマンなのでね。そうあとね、話したかったこと思いついたよ。めっちゃどうでもいいこと言っていいですか。あのさ、もう過ぎちゃった、過ぎ去り氏の話になるんだけどさ、あの後ろの子のさ、今も使ってくれてる人、やばい最近めっちゃ名古屋なまりになるんだよね。使ってだって使ってくださってる人、使ってくださってる人が、ね、いると思うんですけど、この後ろのさ犬あるじゃないですか、犬もう配り終わったっぽいんですけど、このね犬最初からこれじゃなくてね、原画があってね、原画をねちょっと見せたいと思います。めっちゃどうでもいい話になって、めっちゃ関係ない話になっちゃったんだけど急に思いついたので、この後ろのえフェフ姉さん出てる、私さフェフ姉さんフェフ姉さん見たかったですね、ちょっと録画しようフェフ姉さん。ちょっとフェフ姉さん今出たから、ちょっと今見れないからちょっと録画するね。フェフ姉さん、フェフ姉さん今見れないから、フェフ姉さんちょっと今急に録画ボタン押した。フさんの大好きなフェフ姉さん楽しみにしてた、フェフ姉さんね、本当にね大好きなの、テレビに出てくるキャラクターの中でフェフ姉さんが、ね、すごい大好きなんですよ。後で見れるように録画したので、今ちょっとショールームやろう。フェフ姉さん倒せるかな、あそう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 、話を戻しましてね、あのこの原画があるんですけどね、そう原画をね描いたんですよ。
F 姉さんは頑張っていますので、F さんも頑張りたいと思いますよ。そう、F 姉さん楽しみにしてた。今日のお昼にね、はね、なんか再放送みたいなのしててね。あ、これやばいかな。いや、いけるか。これです。これがね、あの犬の原画なんですよ。今皆さんがね、使ってくださっている犬のアバターの原画がこれです。どう？これが思いついてパンって書いて、これからなんかいろいろね変えてったの。まあどうでもいいですけどね。急に思いついたので言いました。原画。原画。かわいい。よくあるよね。ディズニーとかさ、原画を見せるやつの回。原画を見せるやつの回をしました、今。今の、そうでした。原画でした。結構良かったかもしれない。わかんないかもしれないけど、良かったかもしれないよ。さんの原画展でした。犬あれからこれになった。いいでしょ、いい感じでしょ。そうです。あ、そういえばね、今度フさんの原画展やりたいけど、フさんもう原画全部消しちゃった。ほとんど一筆書きだからね。あの今回の犬牛、あ、やばい、自分で牛書いて、牛のさ、あのエマ、 SKE のオフィシャルの公式グッズのエマとバッジを出したんですけど、缶バッジはね、もう缶バッジにも、あ、もうマジ日本語下手、やだもん、やだやだ、うん、あのね、何言おうとしたか忘れちゃった。あー、やばい、忘れちゃったもん。もう名古屋弁だ、もうダメだ。最近本当のイントネーションが何かわからなくなりました。忘れちゃっただよね、忘れちゃった、やばい。本当に自分でもふとした時にめっちゃなまってるなって思う。2年も住んでたら名古屋弁にもなるか。この前なんかめっちゃなんか髪の毛やってもらう時に、メイクさんにじゃあ名古屋なまりしてるよって言われて、えってなったぐらい。あ、そうそうそう、缶バッジをね書いたんですよ。それはね一筆書きでした。ほぼね一筆書き、もう書き直さない、あんまり。だからね、下書きとかもないけど、犬はちょっとね最初の構想があんまり練られてなかったので、下書きをさっきみたいに刺さってやったんだけど、この女の子もね原画とかない、もうこれが原画であり、あのこれでありって感じ。ちょっとずつこれを直していく感じだからね、いつか原画作っとけばいいね。割とこういう感じだなと思って、私は結構フィーリングで生きている女なので、なんかそう、思いつい原画からいろいろ書くんじゃなくて、一筆書きじゃないや、またあのダメだ、また意味が違くなる。一筆書きじゃなくて一発書き、一発書きかな、一発で書く、そうそうそう、一発で書くのがあれですよ。一発で書く、書き直さない。牛当たった人いるのかな。あれはね絶対に不産が出るのとは限らないんですよ。牛はまだ届いてないか、届いた人はいるかな。テロップはさっき出たからね、今はちょっとスルーしちゃった。牛の缶バッジのオフィシャル公式グッズ、オフィシャル公式グッズだって、オフィシャルと公式一緒なの。オフィシャルグッズはね、牛のあれはサンドが欲しいと思ってももらえないんですよね。どれが届くかはお楽しみなので、
届いた人はラッキーですね。牛牛牛釜山牛釜山牛釜山牛です。釜山牛、国産牛とかさあるじゃないですか。そうじゃなくて釜山牛です。釜山牛が届いたら教えてくださいね。ぜひ。よくねバッチとかさグッチとか身につけて握手会来てくれる人がいるけどめっちゃ嬉しいよ。あの大富豪の当たったやつとかキーホルダーとかさ、バッチ？バッチじゃないや、ストラップみたいなのがなんか当たったよって言って首のさなんていうの？なんていうんだっけ？ストラップみたいなチケホル？チケホルにさかけてつけて何個も持ってきてくれたりとかするのすごい嬉しいです。のでねぜひねもしバッジも当たった人がいたらそこの首のところとかにつけてきてくれたったらそう嬉しいよ。すごい中にはたくさんつけてくださってる方もいるしね、そういうのは結構嬉しいね。あと覚えてもらいたい人は結構そういう何か人と違うものとかがあれば結構覚えますね。釜山も結構人間なのでねパッと結構割とめっちゃ早い方だと思うんですけど人のファンの人の名前覚えるのはそう、そんな何回ね何回か来たら結構覚えることが多いけどやっぱりね覚えられない人も中にはいるんですよね。そう、そういう方とかはこの前に本当に申し訳ないんだけど本当に覚えられなくて、でも何回もその人が来るために何々さん何々です何々です来るために名前を言ってくださるんですよ。そしたらやっと覚えてもう完璧ですよ。そう完璧です。嬉しいです。まあ全然名前を覚えなくていい覚えなくてもいいよっていう人もいるけど覚えてほしいよっていう人はゆっぴーも人間なのでね覚えやすい何かがあるとね別に服とかじゃなくてもいつもこのチャームをつけてるよとかねあと何にも普通の格好でもいいので毎回名前を何々ですって言ってくださると覚えますね。覚えます。非常に覚えます。あとはね話したいことはあれですよ。昨日発表があったんですよ。毎年発表があるみたいなんですけど SKE48 のメルモバ選抜に入メルブロ選抜にまた入りました。メルモバだっけ？メルブロ選抜に入りました。ありがとうございます。イエーイ。これも頑張りました。さん2年連続です。私が入ったのは私が入ってからね両方ともギリギリの16位です。16人選抜なのでね16人のギリギリなんですけど多分ね分かんないけど私はブログの頻度がみんなは結構毎日とか上げてるかもしれないんですけどブログに関しては私の決め事で1週間に1回長文のブログを書くっていう決まりがあるのでそこの頻度でね下がっちゃったのかもしれないなっていうのは思うんですけど明けおめありがとうございます。明けおめギフトありがとうございます。そうそうそうメールはね今年は去年は毎日は送れなかったんですけどだからおととしはねだから去年は絶対に毎日メール送ろうって決めてたのでそれが達成できてよかったです。ショールームに合わせてメールを毎日メールしようって決めてたので2020年365日毎日欠かさずメール送って入れたのでそうメルモバ選抜ともう一つ毎日メールみたいな毎日メール送った人みたいなその欄にも書かれてました。毎日メール送ったよっていう人とあと
メルモバ選抜に両方入ってました。今年もランクインしてました。まあ別に何かなるわけではないんですけど、ただ入ってて嬉しかったです。そう、自分の中でモバメとショールームは毎日続けようと思ってたのでね、良かったですね。ぜひまだね、取ったことないっていう人はメールをね、ぜひ取ってみてください。フッピーのメールを毎日送っているので、ぜひぜひぜひ取ってくださると嬉しいですね。ブログはね、これからも頻度を変える予定はなくて、なんか短いのをポンポンなんか書くよりも、私は1週間に1回あったことをまとめてこちらって長く書いて、皆さんの1週間に1回の、あの楽しみにしたいなっていうのいうスタイルを研究生の時からそういう風にしてるので、これからもね、昇格しなんかたまにね、昇格したのになんでもっとブログ上げないの、せっかく上げれるのにっていうね言葉あるんですけど、なんかこだわりを持ってそこはねやってるので、その代わり1週間に1回のブログは手を抜かない、絶対にめちゃめちゃちゃんとやる、書くっていうのをねやってるので、これからもね。そう、なんかね、メールの返信でね、なんかその1週間に1回日曜日にね上がるから、それで日曜日が終わったんだな、明日からも頑張ろうって思えるよって言ってくれる人がいてね、寝る前に読んで次の日月曜日だから月曜日から頑張るってね言ってくださってる、言って思ってるよっていうメールの返信をくださった方がいて、まあ、そういう風になれてるなら嬉しいなと思ってね、ちょっと今回はね、あのいろいろあって日曜日にあげれなかったんですけどね、これからはまあ日曜日にね基本的に必ずあげるので、そう、今回はちょっとね狂っちゃったので、いろいろびっくりしたことがあって、その日にね言葉がまとまらなかったというか、あげられなかったので、状況が状況だったので、そう、なので今回はね結構感覚がキュッてしちゃうんですけど、またあげるのでね、読んでくださったら嬉しいです。そう、次は1月3日なのでね、新年一発目のまたブログになるので、読んでくださると非常に嬉しいですので、よろしくお願いします。タンタララン、タンタンタラララ、わーいわーい。あとはあとはね、ちゃんと保存したんだけど、あー、もう一個の携帯のねバンカーリングのここが取れることあるって思うんだけどね、こうやって指にはめてたらさ、指にはめるのがバンカーリングっていうんですけど、こう携帯落ちないようにこうやってここにねリングみたいなのをこうやってやって、ここにこうやってやるやつなんだけど、はめてた時にポコって取れちゃってさ、なくなっちゃった。そんなことあるって思いました。ふえさんのブログは長文ですけど面白いからサクッと読める、あー、それはすごい嬉しいですね。文を書くのはすごく好きなので、これからも続けていきたいと思います。もう文章を書くのだけは小学校から褒められてた、唯一。勉強に関しては何一つ褒められたことないんだけど、それだけは褒められてた。こんばんは、こんばんは、明けおめやで。キャさんの口癖が最近映ってる。キャさんをね、なんとかやでって言うんですよ。それが映ってますね。ね、日曜日は須田さんのコラムで始まって、ふさんのブログで締めくくるイメージだって、ありがとう。フィッピーツイッターやってる、フィッピーツイッターやってますよ。 SK48 映画館で見ました、ありがとう。頑張ったよ、ふさんはね。タコさん、ありがとう。
いや、キャさんは関西人じゃないんだけど口癖がね、そうやでーなんとかやでーって言うんですよ、キャさんは。そういう喋り方をする。初夢って今日見る夢のことかな、わかんないさ。なんか変な夢見たんだよな、わかんない。あ、ツイッターフォローするね。ツイッターフォローしてくださいね。広めてくださると嬉しいです。初夢って、え、どっちだっけな。大晦日から1日に見るのが初夢か、1月1日から1月2日に見るのがどっちか。あ、今年もよろしくお願いします。だって今年もよろしくお願いします。そう、やっぱね、こういう事象が起きるんですよ。違う時間にやるとね、さっき見てない人は今見れるしね、っていうことを頑張っていきたいですね、今年は。はじめまして、広島ファンで、広島ファンです。元旦の晩に見る夢が初夢です。あー、でもダメだ、私普通に今から寝るってなるともう超えちゃうのは2日に寝るからもう意味ないや。言えんだね。見るときと見ないときがある。でも見るときって浅い眠りらしいね。初夢な、見ないかな、わかんないけど。初夢元旦から2日という説が出てきた。そうなのかな、どうなんだろう。初夢って夕べと今日と明日の3日間で見た中からいい夢を選んでいらっしゃる。すごいね。でも夢見るときって浅い眠りっていうからさ、結局見ない方が一番幸せなのかもしれないね、っていう深いことを言ってみるよ。どう？夢でフッピーに会えたらフッピーに会えるよ、きっとね。ね、ということでね、ちょっと話題を変えたいと思うんですけど、ね、私さっきからも言ってる通り、ちょっとお正月ね、なんか本当にぼっちなのでショールームをたくさんしようと思っていて、虚しくなるだけなので、一人咳をしても一人っていうのを国語で習ったんですけど、そうなのでね、ショールームをちょっと頑張ろうかなと思って、ファンの人にメールでね、なんかやってほしいことありますかって聞いたのを、これできそうだなっていうのとかいいなって思ったのをね、ちゃんとねメモしてね、撮ってるので、ちょっとそれをちょっと今から発表して、明日からのショールームでやっていこうかなって思いました。あ、やっていこうかなって思うのでね、ちょっといいなって思うのを発表したいと思いますね。ということで、まず自分のが選ばれたと思ったらラッキーと思ってくださいね。なんか何人かね言ってくださってたんだけど、無理なのもあったから、ちょっとできそうなやつね、できそうなやつね、1個はね、新春カープ砲弾、フユッピーが知っている限りいいので、カープの歴史っていうのをね、それもまあカープファンじゃない人ね、こういるかもしれないけど、まあいいかなと思って。たまにはさ、まあいいかなと思って。それとこれまでに飼ってきたペットの話ね、これもいいなって思いました。ペットの、いろんなペット飼ってきたので、そのペットとかどうしたらそのペットを飼うっていうことになったのかっていうペットの話とか、大変だったペットとか、あとはカープの歴史、ふさんはそんなカープの歴史じゃなくても多分ね、カープのこととかあるので、家にカープの雑誌とかがあるので、それをあれしたいと思います。それを見ながら
まあ好きなカーブの話をちょっとしていきたいなって思いますね。でもカーブファンじゃない人もいるかもしれないけど、まあ、長時間いろんな話をする中の一つだったらいいかなと思って、それをねやろうかなって思います。明日からの配信でね。あとはチーク菓子配信ね。チーク菓子ね、食べてないチーク菓子がお家にあるので、それをまあ今回開けてもいいかなって思いますね。そう、あとベースボールカード開封配信って書いてあったんで、私もやりたいんだけど、それはちょっとお家にないので、それちょっとできないので、また今度ねやります。うん、あとはね、一人絵しりとりって書いてあるんだけど、一人絵しりとりはあれだから、ファンの人と一緒にしりとりをするって思う。普段が書いてファンの人が答えてっていう繰り返しをする。なんか絵を描いてくださいっていうのは結構あったんですよ。絵を描いてくださいっていうのはあったので、絵を描く系の何かはしようかなって思いますね。あとはね、やっぱ絵だね。クイズ形式でも先にお題があって書くのでも絵が見たいって書いてあるので、ファンの人が何か言ってこれを書いてって言って書くか、まあ、しりとりするか、まあ、とりあえず絵を描いてほしいっていうリクエストですね。即興イラストとかもねありますね。まあそれもいいと思います。絵を描く何かをいろいろやりますね。あとは冬さんのアイドルオタ話は結構聞いて楽しいから、何かテーマを決めてじっくり話してみるのもどうかな。だってそう、アイドルの話は結構したことあるけど、改めてね聞いてほしいものとか、あとファンの人のおすすめのアイドルとかいたら、私携帯これともう一個今配信してる端末と2個あるので、その都度自分の好きなアイドルの話をしたら、ファンの人のおすすめのアイドルとかを聞いて、なんか音とかは流せないけど、自分の方で見て、あ、こういうアイドルがいるんだってファンの人に教えてもらって、その子について知るっていうのとかもいいですね。あとはね、大富豪10時間配信っていうすごいのを送って来られた方もいるんですけど、普通に10時間は分からないけど、でも結構大富豪ならね、大富豪やるっていうのなら結構、今までそんな1回2回ぐらいしかやってなかったのでね、大富豪配信いいなと思いました。どうせね、お正月だし2個端末あるので、大富豪配信やろうかなって思いますね。もうなんかさいね、やった時は数分とか30分とか1時間とかだったけど、まあ10時間は厳しいかもしんないけど、5、6時間、5時間ぐらいはやってもいいかなっていう気持ちではいますね。3、4、5時間ぐらいはね、じゃないとそれぐらいやんないと、多分ファンの人、当たってほしい人当たんないから、多分10時間はさすがに死ぬと思うけど、ファンの人もやばいと思うし、不算的にも連続で10時間ね、5時間ぐらいならまだいいけど、連続ではね1人しかいないのでね、まあ5時間ぐらいなら頑張れるかなって思うんで、連続ね。そう、でも多分結構な時間やんないと、私のファンもうこれは運だから、当たるか当たらないかは、そう結構な人が当たったよっていうのが出るぐらいまでね。そう、5時間も結構長いけど、まあお正月なので、そう、いつやろうかな、3日にやろうかな、3日ぐらいですかね。ちょっと時間あった方がハートとか貯めれるもんね。3日かな、1月3日にやろうかな、大富豪の配信を。
明日はちょっとやらない。いや、明日の方がいいかな。いつがいい？本当にいつでもいいんですけど。そう、本当にいつでもいいんだけど、私的には。でもまだお正月モードだよね、みんなはね。どうだろう。朝から午前中いっぱいいっぱい使って。がいいかもね。みんなね、やるなら何時がいいかな。午前中とかでも全然いいけどね。何時がいいですか、やるなら。みんなお正月どうして過ごすんだろう。じゃあ明日やるね。明日やるわ。分かった、明日やる。明日大富豪するね。分かった。何時からがいいかな明日。11、19、8、7。どうですかね。このぐらいの時間来やすい。じゃあ12、12、11、19、8、7。明日の夜7時とかはどうですか。明日の夜7時から夜中の12時までっていうのはどうですか。じゃあ皆さんの意見を組んで5時間7、8、9、10、11、12。どうせやるならゴールデンベッドタイムがいいよね。そんなことない。そんなことないか。じゃあ分かった、違う時間にするね。そっか、ゴールデンベッドタイムにやっちゃうと混むのか。混んだらそうだよね、当たらないもんね。今回はね、当たるの。待って待って待って、まだ決まってないよ。そうだよね、いろんなファンの人もいるもんね、フサン以外のファンの人と。今回の目的はフサンと当たりたい人が当たるっていうのが目標のあれだから、ゴールデンベッドタイムにやっちゃうと他のファンの人もとフサンが当たって意味ないことになっちゃうもんね。そうそうそう、普通にそうだよね。そうだ、ダメだ、もっと当たらない時間にやらないと意味ないや。フサンと当たりたい人が当たってくれた方がいいからね。ゴールデンベッドタイムは混むから私と当たりたい人が当たらないかもしれないって考えると何時がいいかな。ゴールデンベッドタイムって 何時ですか。何時からですか、わかりますかね。ゴールデンベッドタイムもう最高、21から22時。ああなるほどね。朝5時、ふさん朝は無理です。今の感じで朝やると多分体調崩す。昼の12時からと夜の9時から10時か。どうしたらいいんだろうな。じゃあ9時までにやればいいんでしょ。9、8、7、6、5、4。どうがいいかな、難しいな。7、8、9、10、11。当たりやすいのは午後ね。どうがいいかな、どうがいいかな。2時、2、あ、待って、12時から14時は何て、あ、タイムだから、あ、14時ぐらい。2時3、4、5、6、7、2、
3時4時5時2、3、4、5、6、7、分かった、じゃあ分かったよ。2時、お昼の2時から5、4、2、え、でもやばい、2、3、4、5、6、7、お昼の2時から夜の7時まで5時間やります。明日のね、12時か14時混むんでしょ、で14時からは開かないんでしょ。じゃあそうするね。うん、2時から終わるでしょ、だってそしたらボーナスタイム2時から7時まで5時間頑張ってみるよ、ふさん。だからみんなも頑張ってきてね。メモする、絶対自分のことなのに忘れるから。分かった分かったよ、やるやる、やってみる。明日、明日の14時から、いいよ、10時から19時ね、大富豪。2時から9時、あ、2時から7時でしょ、2時から7時ね、 OK。 明日の14時から19時まで2、3、4、5、6、7、5時間やります、大富豪。よし、決まりね。明日の2時から7時までじゃあやります。明日はとりあえず、他のやつはまあ明後日以降にやるね。じゃあ一応そうやるわね。もしかしたらね、なんかあったらね、ちょっと休憩入れないと厳しいかもしれないから、途中でね2、3分休憩とかあってね、ちょっと切っちゃうかもしれないけど、その時間はやります。じゃあやりますのでね、みんなもじゃあ2時から7時ね、長いですけど3、4、5、6、7でしょ、5時間ね。そう、給水タイムとかね、ちょっと一瞬切ったりする時間があるかもしれないけど、でもまあせっかくやりたいことを送ってくださったので、10時間はさすがに死ぬから、その半分で許して、5時間やるから、なのでね、必ず当たりましょうね、その代わり。なので皆さんデッキに私をセットして当たってくださったらしい。え、っていうかさ、終わったよね、あれ、イベント終わったよね。私がやることによってさ順位変動したら申し訳ないけどさ、終わったよね、この間のさ、テレビ券、私やっても大丈夫だよね。それでまだ終わってないなら私はやんないよ、撤回する。終わったならやるな。あ、終わった、終わってるね、終わったならじゃあやりますね。そ、多分そうやってやります。じゃあ終わった、イベント終わったならやる、やりますやります、それなら安心です、やりたいと思います、やりたいと思います。イベント終わった、わかりました。じゃあ明日はあれですね、ちょっといろいろ私も準備しないとな、ちゃんと配信できる環境整えないと厳しいですね。なんか終わってなかったらランクインしちゃう可能性がないか、それはないかもしれないけどね、まあ終わってるならね、終わってるに越したことないのでね、いいです、やります、わかりました。わかりましたよ。
校の倍数とかでやったら、どういうこと？まあ、やりながら教えてください。明日はちょっと、じゃあちょっとやりながら教えていただいてよろしい？ちょっとさ、あんまり大富豪やりながらの配信をやったことがないからわからないんですけど、まあ5時間あるのでね、当たりやすいように。当たりやすいようにしましょう。なんか教えてください。そう、配信しながらやる、ショールームで配信しながらやりますのでね。何分になったらやるよみたいな感じなのかな、わかんない、頭がバカだからわかんないんです。あ、タコありがとうございます。まあそれだけの時間やれたら当たるかな、さすがに当たるでしょう。それだけの時間やったらどうでしょうね。さすがに当たる気がするよ。元気そうでよかった。さあ、すごく元気です。明日2時から夜の7時まで大富豪の配信をします。一瞬ね、2、3分休憩入るかもしれないけど、さすがに。でもなるべく切らないように連続で配信したいと思う。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。そうだよ、せっかくね。もうでも多分こういうね、ウーバー頼んで、ウーバーは頼みません。もうお家とかからね、すごい食べ物送られてきたので、ふさんは生き延びれますのでね。でも明日2時からなので、でもさすがにね、すごい5時間ぐらいやったら当たると思う。当たりたい人には、わかんないけど、当たりたい人に当たったんなら、どうコメントしてほしい、当たったって。そうしないとちょっとね、厳しいよ。 Wi-Fi は大丈夫です、多分ね。 Wi-Fi 死んだら、あ、いやでもお昼はね、死なないと思う。ゴールデンベッドタイムですごい混んでたりしたら2台持たないかもだけど、お昼はねまだ大丈夫だと思うよ。うん、多分ね、わかんないけど。わかんないけどね、多分大丈夫と思います。ファー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 、そんな感じですかね。うん、まあなんかやってほしいことがあったら言ってみてください。今後も今年ショールーム長めに頑張ろうと思ってるので、なんか随時やってほしいことがあったら言ってください。なんかやっぱ毎日やってるとさ、話は結構ねするけどね、なんかやれられるものは限られてくるのでね、毎日やってると。なんかやってほしいこととかあったら、なんか随時メールしてください。メールの返信全部読んでるので、毎日夜寝る前に必ず読んでるのでね、送ってくださいね。そうです、今日はもうちょっとやったらね終わる。カラオケ配信もねできたらねやるよ。歌ってほしい曲があったら言ってね。短い返信ですね。短くてもね嬉しいですね。なんか毎日更新されるんですよ、夜に。だから今日何通メール来てるかなとか、どれぐらい来てるかなとか見るのがね好きです。あとは握手会に来るのとショールームと、全部同じ名前の人は顔と名前が一致するので、本当にメールの返信やってるみたいで嬉しいです。思いついたらね返信してみてください。いつもありがとうございます。返信ありがとう。料理得意ですか？料理はそんなに得意じゃないかも、わかんない。レシピがあれば何でもできる気がするな。誰でもそうか、誰でもそうでした。誰でも
も誰でも誰でもそう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 、レシピがあれば何でもできるよねレシピがなくてやるのは結構厳しいけどね、レシピがあればできるよ。ピアノ配信、ピアノはこっちのお家にはないんですよ。広島のお家にあるのでピアノ弾けません。ドレミファソラファミレドソファミソファミレソファミソファミレドレミファソラファミ、オカリナ買いに行きたかったのにな。どうしたらいい、どうしよっかな。なかなかピアノもいいけどね、楽器最近弾いてないからな。うーん、難しいかもしれないね。オカリナ屋さんに行きたいです。オカリナを吹けるようになりたいんですね。オカリナ屋さん名古屋にあるかな。オカリナ屋さんっていう概念がないのかな。オカリナ屋さんに行きたいんだけど、オカリナ屋さんはないかな。なんか簡単な楽器ないかな。どうだろうね。それ歌ってんの乃木坂の伊藤リリアじゃん。ああ、なんか聞いたことあるようなないような。トドロにもらわないと、オカリナはもらえないみたいなかもしれません。トトロ呼んでください、誰か。もうトトロならくれるよ、オカリナ。トトロがね、出ないとなかなかもらえないよ。あ、今年もよろしくお願いしますだって。今年もよろしくお願いします。トトロにもらうしかないんですよ多分。でもトトロには会ってないのでちょっと難しいかと思います。トトロはオカリナ持ってますのでね。見たことない人は隣のトトロを見てみてくださいね。トトロ吹いてるので、オカリナをね、彼は吹いているよ。トトロはね、トトロ。ヘッピー明けおめ、久しぶり来たけど可愛くなったねありがとうございます。それはコトトロもオカリナを吹きますよ、もちろんよ。トトロはめちゃくちゃ可愛いです。トトロには言いたいけど会えない。奥さんはテレビでね、動物を見たんだよ。一緒のテレビ見た人いないかな。なんかね、モモンガみたいなね、タカの花親方がね、手に乗せてたんですよ。なんて言ってたかな、あの動物。本当に思い出せない。なんだっけな、タカの花親方が手に乗せてたんですよ。なんかね、なんだっけな。フェフ姉さん終わってるな。フェフ姉さん終わってる、終わってます。フェフ姉さん終わってらす、なんなんなん。フェフ姉さんどうだったのかな、結局。待って、一気にフェフ姉さんの話になっちゃった。フェフ姉さん、フェフ姉さん勝った？終わったの？フェフ姉さん。フェフ姉さんちょっと明日の朝見るね、じゃあ。え、結果言っていいよ。え？待って、めっちゃどうでもよくなってきた。フェフ姉さんの方が気になってきた。なんだ？なんだ？これはもう違う番組なのかな？
違う番組だこれは。なんだ。なんだなんだ、コメントが止まったの。コメントが止まっちまった。ふさん、ちょっと Wi-Fi やばいのかな。みんな全然コメント違う話してる。で止まってるわ。トトロの話はもう終わったよ。みんなトトロの話終わったよ。トトロの話終わったのに、トトロの話でコメントが止まってます。トトロ、トトロ、トトロではありません。もうありません。オカリナっていうと小泉今日子さんの、オカリナっていうと小泉今日子さんが歌の途中で吹いてたイメージ。何の話、何の話。トトロでしょ。オカリナの話。どこで止まってんの。小泉今日子さんの話、小泉今日子さんの話私したっけ。待って、怖い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 。小泉今日子さんの話、 F さんのあれかな。ちょっともう一台の Wi-Fi 切ればいい。切った、切りました。待って、あ、来た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 、あ、来ました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 。びっくりした。オカリナの話だよ。だってオカリナの話、私小泉今日子さんの話したっけ。あれ、謎謎だ謎だ。バフさんの家の Wi-Fi 弱いのかな。明日大丈夫かな。時々コメントが止まるんだよね。あ、もうこれ携帯がダメなのかな、わかんないな。なんか小泉今日子さんがオカリナが吹いてたっていう話がありましたね。時々止まるんですよね。困ったなあ。あ、だいぶ追いついたんで。ね、明日大丈夫かな。まあお昼ならいけるよね。ダメだ、ごめんなさい。今日は混み合ってておしゃれ。今日お正月だからみんな配信してるのかな。いっぱいの人が。回線がもう遅くなるといろいろあれですよね。結構止まっちゃいますよね。何人の人がやっているんだろう、一体全体。一体全体何人の人がやっているのか、不参にはわからないけど、ショールームが重いのは昨日かららしいのでね。まあたくさんの人がやってると普通にこういうことが起きるのかな。うん、しょうがないね。ふさんの携帯がおかしい説もあるんですけど、結構それかふさんの Wi-Fi がおかしいか。結構ショールームとラグが出たりする時があるのでね、更新してみようかな。ちょっとね、縦にして横にするって中坂サカスが教えてくれたよ。いいいいいい、すごいいいよ、できてきたよ。あ、ヒョウガラゴ、ヒョウガラゴ、ヒョウガラゴだって。そう、中坂サカスだよ。中坂サカスは物知りです。中坂サカスとちまちまの木。
なんかサカサカスとちまちまの木だよ。何話してるのか分かんなくなってきちゃった。あと10分ぐらいやったら終わるね。じゃあまあ明日は2時からやります。たくさんショールームをやります。その後はなんだろう、その今後についてはまたもうちょっとね考えたいと思います。何をするかね考えたいと思いますよ。あ、無理しないで、ね、ありがとうございます。でもなんか人とこうやって話してた方がいいのでね、明日はちょっと一日っていうか頑張るってみる。やったことないし、そんなにせっかくだからね、家でできることをやってみようと思うよ。2時からだから今日はもうあと10分ぐらいしたら終わろうと思う。不参メールに返信した、ありがとうございます。今日見た、今日と明日まではいいんだって、夢を選んでもって誰かが言ってた。本当かどうかは知らないけどだから今日かね、明後日じゃなくて明日の方がいいよっていうコメントがたくさんあったから明日にするね。どっちがいいって聞いたら明後日より明日の方がいいっていう人がいっぱいいたから、明日の2時から5時までね、あ、5時じゃないや、2時から7時までやりたいと思います。ショールームをね、そうだよそうだよ、覚えておいてくださいね。明日の朝ね、メールを送りますね。ぜひ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 。タン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 。みんな優しいな。休憩しながらでいいでって、疲れない程度でいいでって優しい。でもそれを楽しみにする方もいるからちょっと頑張って。でもちょっと明日ちゃんと Wi-Fi 切れずにちゃんと続けてできるようにいろいろ考えないとね、いけませんね。でもなんか称号がもらえたら喜んでもらえるからいいよね。ファンの人はなんとかのきらめきとか、なんとかのピカピカとか、ちょっと称号の名前わかんないけどもらえたら嬉しいよね。あとで、そうですね、それは嬉しいでしょ。そうでちゃ、そうでちゃ、あ、次当たれば復帰の奇跡だって。おー、それは素晴らしい。じゃあ明日ですね、明日があれですね、なんだ、明日が明日でもっと当たるといいね。でも何時間もやってれば当たりそう、普通に、わかんないけど、だからちょっと内緒にしとこうね。みんな、私ツイッターでは今日言わないでおくね、明日の何時からありますって。そうすると私のファンじゃない人もね、ファンじゃない人でもいいんだけど、本当に当たりたい人に当たってほしいから、明日はせっかくならね。だから始まったら言うけど、前日から告知するのやめとくね。確率が下がるでしょう、だって当たりたい人のね、まばめでは言うよ。けど明日もそう、ツイッターじゃ言わないでおく、明日もじゃあモバメで朝言うね。見てる人の特権ね。じゃあ、あれにはショールームのコメントには
大富豪配信やってますっていうのがあったけど、それに来てくださった人だけね。だってみんながみんなにいろんな人に知れちゃうとゴールデンベッドタイムとか避けた意味ないから、そう本当に当たりたい人に称号をもらってほしいから、ふさんのさ、そうだからね、いろんな人に言うとゴールデンベッドタイム避けた意味がなくなっちゃうから、だからあえてツイッターでは言わないでおくので、モバメでは朝言いますので、今日見てない人でも多分5時間もやってたらいろんな人が、ね、途中参加してくると思うんだけど、まあ一応確率を上げておきましょう。確率を上げておくよ、うさんはね。だからちょっと2時ね、2時から7時ね、うん、テロップには書くよ、ショールームの。でもまあテロップを超えて告知することはないのでね、本当に当たりたい方ね、当たるといいね、称号がもらえるといいですね。本当に欲しいなって思ってくださってる方がね、そしたら当たったら嬉しいもんね。ねねねねねのね、ショールームは5時間、うんうん、もうね、フさんはもうなくなったから、あの3時間ね、あれは研究生の時だけだったね。もう何時間やってもいいんだよ、今はショールームね。頑張ろうね、明日みんなハート頑張って貯めておいてね。あとフさんは今大富豪なんですよ、現在。あのこの前、この前言ってからマジでやってなくて、大富豪から落ちるのが嫌すぎたんですけど、明日はもうしょうがないよね、もうしょうがない。あの温存しておいた大富豪を多分1回で落とされると思う、普通に弱いので。なので今大富豪なので、一発目狙うよっていう人は大富豪以外になって負けておくといいかもしれないですね。まあ永遠にやるんで、まあ関係ないと思うんですけど、全然関係ないと思うんですけど、あれですね、今大富豪なので一発目からワンチャン当たりたいなっていう人は、富豪以下になっておいた方がいいかもしれないですね。なので今大富豪の人はちょっと今日中、明日の2時までにやっておいて、わざと負けてわざと負けておくのがポイントかもしれないですね。それ以降は、明日のポイントは私めっちゃ弱いので、ほぼ貧民大貧民を行ったり来たりすると思うので、富さんに当たらないときはできるだけ頑張って勝って、富豪と大富豪を維持するっていうのが当たるコツになるかもしれませんね。多分私本当に大富豪弱いので、ほぼ毎回いつも貧民と大貧民を行ったり来たりしてるんですよ。だから当たりたいなら富豪か大富豪になって、初めは貧民大貧民から、初めは一発目から当たりたい人は富豪以下で始めて、それからは一発目終わったら富豪と大富豪を行ったり来て、行ったり来たりして、もう強さを維持してっていうのじゃないと当たらないですね。私本当に一生大貧民とか貧民なんですよ、もう本当に一生、本当に多分明日やったら分かると思う、こんなにずっと貧民と大貧民なんだって思うぐらい本当に私弱いので、強くないと当たらないかもしれないです。でもこればっかりは結構運なので、明日どうなるかにもよるし、対戦する人にもよるんですけど、そうそうそうにもよるんですけど、本当にね、普段はめちゃくちゃ弱いので、明日当たる人はちょっと強くないとマッチングしないかもしれない、物理的にわかんない、さんの運にもよるけどね、もしかしたら明日は強く頑張れるかもしれない。ちょっと最近鬼滅読んでるから、全然関係ないわ、もうごめんなさいね、決め腹またしちゃった。鬼滅読んだから大富豪が強くなるっていう思ってたら違ったわ、鬼滅読んでも大富豪は強くならない本当に最近もう意味わかんないぐらい脳が鬼滅に侵食されちゃって、何でも鬼滅にリンクして喋っちゃう人と、別に鬼滅見てるから大富豪強くなるわけはなかったです、ごめんなさい、ちょっとそれは訂正していただいて、
訂正申し上げたいと思います。それはちょっと関係なかったかもしれないですね。でも今はね大富豪なのでね、明日のためにはねちょっと負けといた方がいいかもね。明日はスタートは大富豪スタートしたいと思いますのでね、2時までにねハートとかを貯めておいてくださったら非常に嬉しいですね。いや一応4月引いたよ今回ね。昨日じゃないや、全部ね当てた。前回はね当たらなかったんですけど、今回は相田さんのカードも全部揃えて自分のカードも揃えられた。あとアイコンでミッさんとキミちゃんが出たね。それまで1円もコイン使わなかったから結構溜まってた。またね今月ちまちまね貯めて一押しガチャまで絶対に使わないようにして、今月までの一押しガチャをね全部推し面のカードと自分のカードと余ったらアイコンを引けるようにね、無駄遣いしないようにしていきたいと思います。本当にコインって秒でなくなるし、貯めるのめっちゃ結構むずいもんね。でも今月は揃ってよかった。先月は揃わなかったしね、もう一回引こうって思ったけどねコインが足りなくて引けなかったのでね、今月じゃない、先月揃ってよかった。今月もそれを楽しみに頑張ろうと思います。ということで終わりたいと思います。明日の2時からやります。頑張りましょう。みんなさんもあれしましょうね、スマホの充電をたくさんしておいてくださいね。それではさようなら。良いお年をの良いお年をつ、もうなんて言うんだろうね、普通にもうお休みなのかな、元旦の挨拶はないのかなんだろうね、わからないです。バイバーイ。